リートン、ソッシーのラジオ歴史小話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ今日は1月の23日火曜日の配信になりますが、エピソード番号800ということで、ついに来ましたか。はい、切り板の800、末広がりの800と。お、縁起がいいですね。はい、縁起がいいところまで来ましたね。はい、まあ、この縁起のいい節目会、切り板会は私ソッシー会ということで、私からテーマをね、お出しするというのが恒例ではございますので、うん、今回もこの火曜日とあと金曜日もですかね、はい、今週は私からテーマ出していきたいと思ってますが、今回はですね、暦の歴史についてお話しし、暦、はい、まあ、カレンダー、うんうん、カレンダー、月、年、月、日、ね、ありますよねと。はい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 、まあ、だから今こうやってリートンと僕リモートで週1回収録してますけど、じゃあ次いつ収録しようねっていう時にスケジュール調整ができてるのもね、日が7回ね、はい、うん、登ったらみたいな、はい、そういうことではありますけれども、ね、はい、うん、まあ、なんな当然のこと何を言ってんだって話ではあると思うんですけど、よくよくね、歴史遡ってみると、今我々がこうして当たり前のように1日1回太陽が昇って、うん、で月によっては30日、月によっては31日で、うんうんうん、年によっては365日もあれば、たまに366日もあるみたいな。なるほど、うん、はい、なんかこれって当たり前の生活ではよくよく考えたらないんじゃないかなと思って。そうだね、はい、いたんですよね。まあ、映画のキャスタウェイ、トム・ハンクス、キャスタウェイ、はい、キャスタウェイって知ってる？映画知らないです。ウィルソーンってあのシーン、これはまあ、キャスタウェイを見たことがある人だったら、このウィルソンという僕の叫びがどれだけ胸にくるかっていうのはね、はい、あるんですけれども、知らなかった、めちゃくちゃ面白い映画なんですけど、うん、まあ、トム・ハンクスっていう人物は、うん、なんでトム・ハンクスの話を急にし始めたんだって感じですけど、まあ、いいっすよ、いいっすよ。トム・ハンクスという人物は基本結構、うん、2000年代は、うん、なんか結構置いてけぼりになるとか、あキャッチミーイフユーキャンとかもそうだったかな。キャッチミーイフユーキャンは2010年代入ってんのかな、2000年代かな、うんうんうん、まあ、2000年代前半かな、うんうん、やっぱりトム・ハンクスはわりかしこうなんかね、アローンになる映画が結構立て続けに出てた時期がありまして、言われてみれば、はいはいはい、そのキャスターウェイっていうのは、まあ、無人島にちょっと流れ着いちゃって、うんうん、一人でこう生活をする、サバイバルするっていうシーンがあるんだけれども、はい、うんうん、やっぱりそこで暦をどうするか問題っていうのがやっぱ出てきて、あ、まあ、彼の場合は日が昇って、はい、落ちてというたんびに、はい、そのこう石で、うんうん、こう壁面に火を描いていく、はい、なるほどな、一日一日がこう加算していくっていう風にしながら、うんうんうん、まあ、自分が漂流して何日目なのかっていうのを、はいはいはい、まあ、確認するっていうシーンがあるんだけれども、うん、実は我々が当たり前のように使っている太陽暦というもの、これってすごく高度なテクニックなわけです、うんうんうん、はい、というのも今が何月何日かっていうのが、うん、やっぱりわからない、はいはい、わからない、なんとなく、あ、日がちょっと傾いてきたなとか、うん、そのこうちょっと冬至が近づいてきてるのかもしれないとか、そういうの、日がね伸びてきたりとか、日の影がね、影が長くなるとか、まあ、そういう理科のまさに教科書に出てるようなものとかで知っていくことはできるんだけれども、うん、はい、なかなかこう使い勝手が悪いというか、うんうん、はい、パッと見わからない、そうですね、うん、いうのが、まあ、太陽暦の弱点でもあって、はい、逆に、まあ、我々が明治維新より前に使っていた、うん、はい、あの太陰暦、月を基準にする暦ですね、うんうんうん、今でもねイスラム教圏では太陽暦じゃなくて太陰暦を使ってるけれども、はい、あれは月を見れば、はい、今日がね、満月なのかどうなのかっていうことが空を見ると、うん、まあ、なんとなくわかる、うん、そうですね、でそのカウンティングも毎日カウンティングしなくても、うんうん、まあ、月を見て満月1回目、はい、うん、次の満月2回目ってなったら1ヶ月経ったなっていうのが、うん、まあ、空を見上げればわかるというのが太陰暦のまあ強いところなんだけれども、うん、我々季節感、はい、1年というものは、うん、太陽に左右されてしまっているわけ、うん、そうですね、日が長い時短い時、寒い暑いで、それによって食べるもの取れるものいろいろ変わってきますからね。
そう、それは何に影響してるかって言ったらやっぱ太陽、うん、太陽のとの距離、うん、で、まあ、それで季節というものが生まれてるわけなので、はい、やっぱり、まあ、農業をやったりとかする上では太陽暦っていうものが非常に重要になってくるということで、はい、まあ、日本もあの明治維新前は太陰暦に太陽暦をプラスした太陰太陽暦っていうものを使っているし、はいはい、あるいはあのエジプトとかそういったところでは太陽暦をもう古くから使ったりとか、うん、はい、で我々が、世界遺産編で最初に取り上げたイギリス、はい、ストーンヘンジなんかも太陽暦の計測のために使われていた節が見当たるというようなこととかで、うん、まあ、太陽暦っていうのは非常にこう、うん、便利というか太陽の動きを知りたいんだけれども、うん、はい、よくわかんないということで、うん、天文学の知識なしには、はい、太陽暦っていうのはまあ作れない。そうですね、うん、太陽の周期は目に見えないから、うん、わかんないですよね、うん、太陽を観察、太陽自体を観察したところで、うん、わかんないから、わかんないですね、今が太陽の周期の、うん、どこなのかって、はい、うん、だからそうすると、まあ、そもそも1年っていうのがどういう周期なのかっていうことすら我々今生きていて当たり前のように過ごしている1年が全くよくわからない時間軸でどこに向かっていくのか。そうなんだよね、はい、だから300、僕ら1年って365日っていう風にね、はい、カレンダーで、うん、言っちゃうけれども、はい、厳密にはね 365.2、うん、いくつだっけ、 365.24218952 そういうことだよね、はい、だからあの 365.25 でもないんだよね、うん、4年に一度ウルード氏があるって僕ら思うんだけれども、はい、うん、あの正確には 365.25 でもなく、それよりも少ない、うん、短い、はい、うん、365.24 なんとかっていうような数字で、うん、あの1年がこう元の位置に、そうですね、一周期する、うん、一周する、太陽の周りを我々地球が一周するっていう期間が、うん、365.24 という、うん、この微妙な数字になってしまっているわけです、うん、だ毎年過ごしている時に本来の太陽の動きのコンマ24っていう数字、これをその埋め合わせるために4年に一度ウルド氏っていうもので366日にすることによって、まあ、その足りてなかった分を埋め合わせるっていうのがウルド氏っていうことを、それを最初に見つけた人っていうのが、はい、うん、まあ、我々もしている、うん、カエサル、カエサル、シーザー、シーザーですね、はい、この人がユリウス暦っていうものを作って、うん、はい、365.25 日だと、うん、一周はと、だから4年に一度ウルード氏を入れればうまくいくっていうふうに決めたのが、はい、まあ、ローマのカエサル、そうですね、これ紀元前45年なのでユリウス暦、はい、うん、今から2000年以上前の、はい、お話ではありますが、ただこれも結局コンマ数日を積み重ねていくと気づくとあれずれるぞっていうことなんですよね。100年に1日ぐらいずれていくのかな、およそ128年でちょうど1日分のずれになる、1日分ずれていくって、ね、そう、はい、だから 365.24 じゃなくて 365.25 で、うん、こう毎年4年に一度ずつ入れちゃうと、はい、そうそうそう、ちょっと、うん、調整がね、はい、多すぎると、はい、いうことになってしまって、うん、128年に1日ずれていくと、はい、うん、だ我々生きてるうちには1日ずれないんだけれども、うん、128年に1日ずれていくってなると、はい、1000年使うと、うん、10日間ずれると、ね、で、うん、10日間ずれるって結構ずれていくわけで、はい、要はそれが積み重なっていくと1ヶ月とかそのうちずれてっちゃうわけですよ ね、はい、でこれはまずいと、10日もずれるとさ、うんうん、僕結構大切にしているのって、はい、俺正直1月1日ってどうでもいいと思ってて、日本でいうお正月元日っていう日付はどうでもいい、うん、どうでもいい、だって太陽暦的に見て1月1日って何でもない日だから、うん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 、僕はそもそももともと1月1日って、はい、冬至だったと思ってるの、大元は、大元は1月1日、冬至の日を1月1日に定めてカレンダーが始まっていったと思ってるのね、はい、なぜなら冬至っていうのが一番日が短くなって、うん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 、でそこから日が伸びていくっていうことで、はい、まあ、1年の終わり1年の始まりっていう切り分けとしては、うん、冬至の日が、はい、僕は1月1日にふさわしい太陽暦として考えた時に、そうですね、うんうん、まあ、ある意味太陰暦で言ったら新月、うん、新月、新月ってのは満月の反対ね、だから全く月が見えないっていう日ですよね、見えない、うんうんうん、そう
でそれが1月必ず1日っていうのは月がない日なわけで、うん、はいはい、うん、でじゃあ太陽暦にあたるその一番大元の1日、1月1日って何かって言ったらやっぱ、うん、冬至の日だと思うんですよ、はい、うんうんうん、ところがさっきユリウス暦っていうのが、はい、紀元前40何年っていうふうに、はい、45年言ってくれ、うん、言ってくれたけれども、はい、それより前から、うん、はい、ユリウス暦の元になる太陽暦っていうのは使ってたわけ。別にそこで太陽暦がパッと生まれたわけじゃないと、生まれたわけじゃなくてその前から使ってて、うん、でユリウス暦でカエサルが手を入れた、うんうん、はい、で手を入れたタイミングではもうずれちゃってたわけよ、うんうん、どんどん本当だったら 365.24 日なのに365日でやり続けちゃったから、うん、どん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 ズレができちゃった、うんうん、でそのズレがあるまんまユリウス暦を導入したので、うんうん、12月23日とか、はい、そういうタイミングに冬至が来ちゃった、うんうんうん、それが1月1日にアジャストしないまんまユリウス暦スタートしたと、そう、うんうん、したスタートしちゃったと、はい、だからクリスマスっていうキリストの誕生の祝いっていうのも、うん、基本的には僕冬至に合わせる話だったと思うのが、はい、まあなんかこうずれちゃった、うん、はあはあ、っていうのが、うん、あのいろいろとこう太陽暦のまさに難しさを証明している話だと思うんだよね、うん、はい、でそこから、うん、ユリウス暦で定めた時からさらに10日ずれちゃった、はい、っていう状態が1580何年という、はい、まあ、それぐらいも1000年以上使っていくと、うん、もうどんどん誤差が、うん、積み重なって積み重なってしまっているっていう状態になっちゃった。でそのズレをどうにかしようと、まあ、あの取り組みをしたのが時のローマ教皇グレゴリウス13世ということなんだよね、はい、だから今僕らが使っているグレゴリオ暦っていうのが、うん、はい、ローマ教会、うん、ローマ教皇が、はい、こう変えようということで、うんうん、これ年号的には我々日本人覚えやすい年号で、年号でいうと1582年、そう、本能寺の変という我々ね大きい、うん、イベントがあった年に、そうだった、そうですね、うんうん、そう実は、はい、あの大きくこう、うん、キリスト教世界でも大変革が、うんうん、はい、年が1582年、そこから暦がね、うん、今我々が使っているグレゴリオ暦に変わっていくと、うん、はい、じゃあ10日ぐらい1000年かけてずれちゃいましたって話、うん、まあずれはずれで、まあ結構積み重なるなって感じはしますけど、まあでもそんな何か問題あるのっていう感覚もあると思うんですよ、ね、うん、でだってクリスマスは12月25日、新年は1月1日からっていう、うん、はい、まあ、今厳密に冬至とね別に重なってない日付を僕らは使って、うん、あの12月25日メリークリスマス、1月1日明けましておめでとうってやってるわけなんだから、はい、そのずれたらずれたで、はい、まあ、そのままそれを受け入れて、うん、カレンダーはカレンダーとして、はい、太陽の動きとはちょっとずれちゃってるけど、うん、まあ、しょうがないよねっていう風に受け入れて使えばいいじゃん、はい、と、うん、はい、いう感覚は全然ソッシーにもあるしリスナーの皆さんにもあるんじゃないかと思うんですが、でせいぜい128年に1日ずれるんだから、うんうん、自分が生きてるうちには関係ないよねっていう態度もね全然あるよね、はい、あり得るんですけど、まあ、それがちょっとやっぱ困るなって話がキリスト教社会にはあるみたいで、今さっきリートンが言ってくれた、まあ、キリスト教の中の一つイベントとして僕らも馴染みあるクリスマス、うん、これと、まあ、比較してじゃないですけど、もう一つやっぱキリスト教の中で大事なイベントとしてあるのが復活祭ってあるじゃないですか。そうだね、どちらかというと、うん、まあ、あのクリスマスっていうのはキリストが生まれた日であり、うん、はい、まあ、それ自体もすごく大切なんだけれども、うん、やっぱりキリスト教においての最大の違いっていうのは、はい、うん、やっぱキリストが復活した、復活、十字架にかけられて、うん、はい、我々の罪を全部あがなってくれて、うん、復活したんだっていう、うん、これがね、まあ、我々が救われた象徴なので、はい、うん、もちろん、はい、あの神様が一人子をイエス・キリストを人間に与えてくれたっていうクリスマスも大事なんだけど、はい、イースターエッグ、うん、はい、復活、まあ、別にね、うん、卵はどうでもいいっちゃいいんだけどイースターってこの復活祭ってのは超重要な、うんうん、超重要、まあ、超重要、なんならクリスマスよりも重要な、重要だね、ね、イメージであの捉えてもいいイベントだと思うんですけど、実はこのイースターいつやるのって話が日付で決まってないっていう問題があって、そうなんですよ、はい、なぜなら、はい、こうキリストが十字架につけられたのが、うん、はい、金曜日、金曜日、これが13日の金曜日ってやつだな、いわゆる、はい、でそこから
復活、はい、3日後に復活、はい、3日目に復活ということなので、うん、金土日で日曜日に復活した。日曜この、はい、やっぱり日曜日と重ねたい、うんうん、イースターをと、はい、でかつそれが13日の金曜日っていう言い方をしたけれども、はい、当時の暦っていうのが何なのかっていうのが僕ちょっとよく分かってないんだけれども、でも太陽暦だったんじゃないのかな。ただ、うん、なぜかまあそれを満月に近づけようみたいな気持ちがあって、はい、まあ太陰暦での14日のすぐ後の日曜日、はい、要はなるべく満月に近い状態の、うんうん、はい、日曜日にしよう、はい、みたいな動きがあって、うん、まあ、これ細かく直してなのかっていうのはちょっと知らないんだけども、うんうん、まあ、いずれにしろ、はい、日曜日にしよう、うん、でそれはなるべく4月の日曜日にしよう、はい、いうことで春分の日を基準に考えましょうっていうふうになってるんだけど、はい、まあ、春分の日の後の、まあ、満月みたいなイメージかな、はい、のあたりの日曜日でやろうっていう風になってんだけど、うん、この春分の日がずれてっちゃうと、うん、いう風になると春分の日がどん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 3月十何日になっちゃう、うん、3月1日になっちゃう、はい、っていう風になってっちゃうと、はい、4月にイースターできなくね、うん、みたいな、はい、で3月と4月ってさ、はい、3月中旬と4月中旬ってさ、うん、結構季節違うじゃん。違いますね。肌寒さも4月中旬ないですよね。ない、うん、これがずれてっちゃったらやっぱり、うん、まずいな。だって、まあ、そもそもキリスト教において最も重要なイベントですからね。そう、うん、っていうことで、はい、イースターをこう守るためになんとかしようと、なんとかしようと、なんとかしようということでグレゴリオ暦で、はい、今我々は、うん、4年に一度ウルード氏を入れるんだけど、はい、100年に一度は入れない、うん、だけど400年に一度は入れるということで、はい、僕の人生においては毎年4年に一度ね、必ずウルード氏があった、はい、なぜなら2000年が400年に一度のウルード氏を入れる、はい、100年の00、お尻が00でもウルード氏を入れる日だったから、うんうんうん、2000年2月29日っていうのがあったからね、毎年ウルード氏あったんだけれども、まあ、こういうまさにプログラマーの人にとっては、はい、一番最初にこうカレンダーのこの暦をどうやって入れるんだっていう、そうですね、こういう問題に細かい調整を入れた結果、はい、ユリウス暦では128年に一度ずれる、1日ずれるのがグレゴリオ暦だと、はい、それがだからグレゴリオ暦においては、3000年に一度1日ずれるぐらいまでユリウス暦よりも精度が上がったと。そういうことです、うん、まあ、そうすると復活はいつやるのっていうのはもう春分の日っていうふうに言ったら、もう3000年以上の間はもうずれることなく、そう行ったり来たり、まあ、1日やっぱりどうしても日付のそのずれっていうのが多少あるけれども、大きくずれること、大きくずれること、春分の日って毎年天文、日本も天文台の方で何日っていうふうに決めるのを発表するけれども、やっぱりそれがはい1日、前後したりするんだよね、うんうんうん、あの年によってというのはあるけれども、はい、基本的に累積して溜まっていかない、うん、リセットされて溜まってリセットされて溜まってリセットされてっていうのを繰り返していくんだけれども、はい、まあ、あの1582年からもうすでに我々500年弱という時が経っているので、すで、はい、に3時間ぐらいずれちゃってる、うんまあ500年とかで3時間とかだったらまあいいかなという感じだし、まあ3000、あとね数千年後1日本当にずれるっていう時にどうなってるかっていうのも、うん、はい、もしかしたら太陽が、うん、動いてるかもしれないし、もうどうなってるか分かんないから、知りよしもないっていう感じもしますけど、はい、で僕このグレゴリオ暦の話を見た中で一つやっぱり面白いなと思った話が、これヨーロッパでそのグレゴリオ暦発表されて瞬く間にヨーロッパに一通り広まったのかなって思ったら、広まったのってイタリアであったりスペインであったりカトリック中心のヨーロッパのみで、ドイツとかイギリスとかは結構後になってから、具体的には18世紀ぐらいなんですよね。だしロシアなんかは、はい、ロシア正教会とかロシア暦っていうのを使っているから、うん、はい、今でもその歴史の勉強でさ、うん、ロシア革命は2月革命なのか3月革命なのか、
10月革命なのか11月革命なのかっていうか、はいはいはい、現地のロシアの暦だと、うんはい、10日ずれてるから、うん、まだ10月なんだけど、はい、グレゴリオ暦だと11月だから、うんうんうん、それをイギリスが発生したロシア革命が勃発したって見ると、うんうん、3月革命なんだけど現地の人たちは2月に革命を起こしたみたいなうんうん、うん、こういうね微妙なズレが起きて、うんはい、もうなんかすごく気持ち悪かったりとかするんだけれどもしますけどね特にね当時っていうのはその時間がずれてたりとかもするの、うん、通信の状態とかもあるし、うん、あとはこのグレゴリオ暦っていうのが実はうん、さっきソッシーが言ってくれた通り1582年導入をしていこうということだったので、うんはいこの16世紀ってどんな年だったかっていうどんな時代だったかっていうとまさに宗教革命の年だ、うん、年代だったんだよね、うん、この世紀の初頭だから1517年に、はい有名なルターの、ね、マルティン・ルターの、 17条、うん、17条なんだっけ17条は憲法だいわゆるルターの95箇条の、はいね質問論題っていうのが出て、はいうんまあ、キリスト教会カトリック教会このまんまでいいのかっていう、はい、プロテスタントの動きが出てきた、はいうん、でこれでローマ教皇の権威っていうのが下がっていく中で、うんうんうん、改めて自分の権威を高めていく、はいうん、そのために暦の改定っていうものに、うんまあ、1582年には手をつけていく、はい、だから当時このその時代背景の中で日本にも、うんはいイエズス会っていう人たちが来て、うんはいまあ、織田信長に会ったりとか、うんうんうん、その世界にキリスト教を広めていこうカトリック教会の権威を高めていこうっていう動きの一連でもあったわけだよね、うんはい、だからカトリックと距離を置いていた国々っていうのは、うんうん、いやなんでローマ教皇に言われて暦変えなきゃいけないんだ別にずれたらずれたままでええやないか、はい、っていうふうにプロテスタントの国々もそうだしでロシア正教会とか正教会カトリックとは全く別の文脈の人たちっていうのは、うん、エウリウス暦をそのまま使えますなんでローマ教皇に言われて変えなきゃいけないんですか、うん、いう姿勢をね、はい、見せてたりということなので、うんうん、なかなか暦っていう問題は、ね、こう深い、うん、深い深い話というかね、うん、なかなか、はい、他にもいろんな暦の話ありますけれどもはい今日はソシの方からグレゴリオ暦を入れていく流れというものをね、はい、ちょっとテーマに挙げてもらいました、うん、はいありがとうございますそして金曜日はですね、場所を日本に移して日本の、まあ、暦の歴史についての、うんはい、エピソードで、お届けしたいなと思っておりますのでそちらもぜひお楽しみいただければと思いますはいということでここまでのお相手は私リートンとソシでしたバイ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 